かかった。かかったぞ。結構引いとるな。右。ちょっと結構引いとるよ。なんか釣れたぞ。結構引いとるよ。いいじゃん。うん。なんだろう。その引きは。うん。なんだ。おチンが。すげえチン釣ってるじゃん。釣った釣った。一発目もない。すげえすげえ。プロ。チヌだよチヌ。よかった。もうやみちくんやったよ。よかったよかった本当に。次はイジくんですかって言われるよ。いやそんなこと言わない。自分で来るって。自分で。自分で来る。次3日3日休みでしょ。あさって、あさってはしあさって何で当たったの。多分オキアミでしょ。オキアミ、オキアミだよね。そうそうそう、オキアミです。すごい、やっぱパワーダン落ちるのおかげだ。こっちはわかんないけど、まあぼーっとしとった方がいいのかもしれない。ちょこちょこやるより。やっぱ釣りは釣れんと釣りじゃないからね。まあそれでもさ、釣れんくっても楽しいって思うようになりや。そうだね。おおい、なんか変なこと言っとる人おるよ。え、帰りに予約してここかな。またかね、またかね。だからつい1ヶ月近く前もそんなことあったよ。あ、でも魚入ってきたね、やっぱり。あ、そう、うん、入ってきたけど、よく食わんだけ。うん、おるわ。おるからもう本当にインターバル長く取ってやると、あえてギュンって持ってくんかもしれない。わかんないけど、入ってきた、入ってきた。ちゃんと魚はいる。よく口使わんだけどさ、魚はいるわ。ああ、ほんでいいわ、本当に。初めての人が一人いるんだけど、どうだろう、釣れるかな。これ明日にかかるよなって。もう安心したでいいやんか。いや、本当に初めての人に釣らせんことには、うん、もう釣初めて来て坊主だと、もうやめたって人いっぱいいくらでもおるから、今まで。今までにさ、あんな釣れん釣りは嫌だっていう人いくらでもおるで。一匹でも釣りゃいいんだけどねっていう話を、つい本当に昨日の夕方っていうか夜してたところでさ。よかったよかった、本当に。いい君のおかげで。いや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 。楽しいでしょ、そのぐらいの大きさがあると。よう引くで。そう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 。佐々木さんにバナナあげようかな。佐々木さんバナナ食べる？いや。嫌いなの？にゅう、おお来た。おれ、ちょっと。プロ。やった。プロ。やっぱこれです。パワー団落ちんだよ。お、引いとる引いとる。ユニークの釣れたのが。あれ？お、何味？めちゃくちゃでけえ味じゃねこれ。味だった？バナ味。むちゃくちゃでけえ味だな。でかー。すげえでかい。いや、その味がおるって言っとった、そういや。くまちゃん。はい。帰り予約する？佐々木さんのおごりで。ここの中へ落ちたの。そう、いつもいつもそこの中に落ちるの。中？うん。一回は足だけ見たもん。社長ふざけとるわけと思ったもん。いやいやいや、あの人は本真面目で落ちるからね、マジで。頭が海の中で足だけこう。そう、いつもそう。いつもこう後ろ向きにゴロゴロゴロンと落ちてく人だから、あの人。体型がさ、もうボールみたいなもんだから転がってくんだよね。本当に
コロ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 転がってドボドボドボンってドボドボドボ。今回は道連れに竹さんも落ちてったって言ってたこの中何ね網がある上にいたの。そう、いや、あのそう板引いたの引くんだけどさ、あの人たち今回は立ち上がって手ついたところに板はあったみたいなんだけど下に桟がなくて、うん、ガンっていってコロンコロンっていってで一緒になって竹さんもコロンコロン竹さんも道連れ確かね竹さんも落ちちゃってたからさ社長の次に落ちたでしょうん、前は社長が落ちてたのを見て竹さんがカメラカメラとか言って言ってたよこうやって釣り合ったらここで落ちていくものだよ社長がコロコロコロンって言ってた誰も助けないって言うんだよ清水の夫も知らんって言うやん清水さんと乗ってる時はこう豚の丸焼きみたいになったんだよねぐるんって回ってさあの桟をこうやって行って取りに行ってひっくり返ったりだドボンって一番最初落ちた時はもう遥か向こうの方の真ん中でボートがひっくり返っとったからね船底が上向いとったもんこうやって道具は全部なんか行っちゃったから道具、うん、道具みんな行ったよ残ったのはクーラーボックスだけ竿もリールも全部行った海の木図15万ぐらいしたって言っとったけどこうやって見たらさあれなんだあの V と思ったもんね本当になあの V 何が浮いとるのみたいな感じでそうしたら熊さんが一生懸命声でさ社長の方に向かっていくもんだからさブロックを引きずりながら、ね、さっきまで軽快に声でたのになーなんて重くなった何やっとると思った俺この辺で釣りやってて向こうの方でさなんかわーわー騒いとるもんだからさあれ何やってんだろうと思ったら船がこう腹が上向けとるもんだからさ反対向いとるやむねみたいなまさか社長じゃないよな完全に社長だったんですよさ一人乗りで一人で乗っとってよーし気をつけてよ乗ったのだひっくり返ったら本当にオールで上から押さえつけるね、うん、大物おらんかなみんなで引っ掛けたらいいよガチンとじゃあまたお願いしますって言われるまたパラ団子お願いしますよそれは結構ですけど今度こちらもありますけどどうですかこれこういう形にも入れませんかとかさ。ハマっていくかな。死ぬパワーもどうぞとかに言われて、次から次に言われるじゃんよ。また今度お願いします。逃げて。そう、意外と簡単なのよ。ちっちゃくないかな、大体。魚が来たよ、魚が来たよ魚が来た、ついに、ついに僕のとこに死ぬっぽい団子あたりが僕のとこにも出てきたよ、ようやくだけど本当にあ、これ死ぬっぽいんじゃない？いや違うな、これボラっぽいなボラボ今来たボラみたいボラかチヌかどっちかわからんけどこれで割ってきたらチヌかもしれんけど割ってこんかったらボラだなこれほらもう一気にもガン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 当たってるけどガンガンやってたけど団子割れないからボラっぽいこんだけガンガンやっとってチヌなら割ってくるからさついに来たかもしれない僕のところに僕のとこにもようやくボラでもいいからこの団子をつついてくれると本当に煙幕になるんでさ団子割れたこれやだこういうのなかなちょっと
がずれちゃって、風で。団子抜けて餌だけになったら全く当たらんで完全にボラかもしれない。あまあでもボラが来てくれるのはいいことだね、まあうん。このボラをかけようんじゃないか。ようやく来てくれたボラだからさ。ボラが一匹折っただけかもしれないな、これ。あんだけガン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 と当たったのに、団子抜けたら一切触らんでな。あげたら食っとったみたいな感じ。全然無理に。遅れませながら。目ある？は？目ある？目あるよ。目もあるし口もあるよちゃんと。あったかい。ほれ、まあ。ちょうどいい感じのチームだね。本当に。26か。オキアミです。はい、オキアミでもう団子にガツンガツン当たっとってポカリっぱなしにしとったんですよ。で、まあ餌ないかなと思ったら食ってました。勝手に食ってました。釣れたっていうやつですか。そうだね、釣れたってやつだね。食ったじゃなくて。いる。餌も食えへんだよ。いやだから手返しよくこう団子をね、入れて手返しよくやらないと。まず団子から魚に食わせていくようなイメージじゃない。いやもうちょっとしっかり握らんとさ、それじゃあもう池の鯉に餌やっとるみたいな感じだね。本当に片手でいいけどギューって握ってポトッと落としたるとそこまでいいかもしれない。もうちょい水入れた方がいいかもしれない。もうちょこっと水入れてもうちょっと粘っこくして片手で握って入れる。で、本ちゃんの団子はちょっと小さめに軽く握って落としたれば。なんで、なんちゃう、慣れると片手でもこうやって片手でもさ、こうやって丸く握れるのよ。片手でも。もう僕お団子屋さんでバイトできるぐらいだよ。片手でこんだけ丸く握れるから。
やっぱおるな。魚寄ってきたわ。オキアミだけど、今もう団子にね反応し始めてるからさ、多分もうこれオキアミじゃなくてもサナギでも食ってくるかもしれないね。おお、ちょっと穂先が持ってかれる。ガツン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 やって。あ、そう、うん、あの団子でね、うんうん、これこれこれ、もう団子に当たってくるからさ。お、外れた。この辺で当たって、こやつの当たりになるだろうけど、今日31日。西アルで指付けやつ撮ったよ。何て？西アル、石黒の。あ、そうなの？黒大の、あの空港線にあるところ。あ、そうそう。ああ、何回か行ったことあるよ。あ、何しとんの？あの、そこ引っかかってまだよかったよ。穂先がうねうねになっとる。それでいろいろやると折れるで。まあ折っても金に物を言わすだろうけどね。すごい。お前めちゃくちゃ言うね。落ちた。おお。折る前にちょうだいよ、またさ。これ糸がもう腐っていてるんかな。釣りゃ釣れるんよ。今なんかもうバッチシーの血のあたりやったの。いた。大きくなった？大きない。同じぐらいだよ。一緒ぐらい？一緒ぐらい。30ないぐらい。場所変わるか？場所？いや別に変わっても全然釣れると思うよ、僕はね。変わっても釣れると思うよ。釣れると思う？僕は釣れるけど、うん、佐々木さんはまず釣ろうとしてないから。なんだ、佐々木やっとるかや、釣りとか言って。あんなやるか。いやでもここでね、佐々木さんが釣れやさ、絶対佐々木でも釣るで、俺釣れてくれって言うね、絶対。いや言わんかな、まあ落ちるでやめとくわっていうぐらいでね。匂いするでしょ。匂いが甘い、うん、バニラのさ、匂いがするのよ。あの、マルキューから出てる白丸っていうのもバニラの匂いするんだよね。白丸、白丸、うん、僕がいつも使ってるのが白丸ってやつ。あれがね、その粘りが全然なくてさ、団子の抜けがすごくいいで、よく使うで、逆にその大会とかで赤丸とか赤団子ちのもらうと使えないの。粘りがすごくて、あれ、はいはい、割れんなみたいなさ、そう、おかしいなみたいな。あ、これ多分チヌがいっぱいおると思うよ。これもチヌの当たりと違うのかな、わからんけど。あれぐらいだったら群れでおるね。うん、いるこれ何かに噛まれたの、これタコチど真ん中。
団子はもう完全に割ってくるようになった。ガン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 。割ってくるのがボラだもんだから あれをかけると多分釣れんくなるんだね。これよ多分今ここでやったら佐々木さんでも釣れると思うんだけどな。違うかな。ちょっと重いぞ。ちょっと重すぎぞこれ。でもそうじゃない？いやわからん。いやわからん。あでもふすって上がるぜ。死ぬっぽいな。ボラかな思ったけど。おお。やばい。倒れるよ。折れない。ちょっと一回り大きくなったかな。30ぐらいの。いいか。あんまプレッシャーかけたから、あれ飲まれちゃった。一回りちょっと大きい。ちっちゃくていいから絶えず入れる感じの方がいい。絶えずっていうかまあ一つ仕掛け入れたら4個ぐらいちっちゃいやつを入れるみたいな感じで、そこにボラを居つかせるようなイメージで、はい、離れていかないように。団子抜けると餌も取られないからさ。あ、そう。だから団子あたりは完全にボラマザリ。ああ。ガガガガやってる。何かおるか。頭座ると引き上げる。何かはおる。
あたりが変わったな。違う団子あたりが出てきた。あ今までもボラ早漏のガガガガガーンってやつだったけどさ。あ、そう。チビ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 あたり。そんなあたりは出んねん。あ、そう。なんか控えめに。控えめなあたり。これちょっと違うボラじゃない団子あたりだ。このままこのまま抑え込んでかんかな。抑え込んでた。合わせるとちょっとボラだと嫌だな。あ完全に抑え込んでるんだけど、あ、これチンだ。この当たりはチンだろう。カツンときたい。でももう当たりがわからん。お酒入っとるぜ。聞いてみようか。よいしょ。聞いてみて、聞いてみようか。やっぱそうだな。あれ、あの辺り、あの団子あたりはチームなんだよ。聞き合わせみたいな感じ。いや、飲まれちゃったな、やっぱ。まあ、あんだけ送ってとる、飲まれるわな。うん、団子ごとにしろ。あ、すごい奥。どんだけ奥に入っとる。違う、奥に入っとる。海中に入れると当たりが取れんでいいかな。でも昔はそうだったもんね。ボケなんか使っとるときはさ、そうそうそう、5分ぐらい待ってとかさ、まあ、5分まではどうかじゃん。まあまあ送り込んでいくとなんか糸が張ってくるでしょ、だん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 。今なんてボケだろうがなんだろうがガチンガチン合わせるとね、早く。そんな待たないか。いやー、待たんでも釣れると思うんだけど。いやー、あのさ、抑え込んでいくんやけど、こう合わせても合ってんだね。2回とも抑え込んでた。まあちょっと分からんけどさ、針がちっちゃいんやろかな。いや俺4号だよ。うん、4号。私さ、まあ別にその辺は問題ないと思うけど、今なんか本当にボラじゃない団子あたり見極めのそこからもうついてた感じ。団子ごと食わしてったような感じで釣ったでさ。今餌は何やったかな。オキアミコーンサナギかな。オキアミコーンサナギ。オキアミとコーンとサナギついとった。ランチかな。ランチついてる。うん、定食かもしれない。ここが 何がいいかって言ったら、ここに網がないからさ、うん、潜られて切れることがないからっていうのが一番大きい。ここでやるのは、餌取られたパターンだな。1メートルぐらいはわしとったもんだからさ、ちょっとふわふわした当たりがあったんだよ。で、多分またイグイしたみたいだな、これ。多分魚戻ってきたに。
そうです。足が痛い。足とケツが痛い。ああ、まあそうだね、うん、クッション持ってこんと、うん、偉いわ。クッションの上にクッション引いとるからさ。そうしないともう腰が痛いし、もう尾てい骨が痛くなるしさ。その上のってハニカム構造の？そうそう、ジェルクッションってやつ。あ、うん、お尻、卵引いても大丈夫。いやー、これ安いやつだよね。あ、高いやつ5000円ぐらいするじゃん。これなんか1500円ぐらいだもん。ドンキホーテ行くと1908円とか1800円ぐらいで売っとるからね。うん、この手のやつは、ね、これ使うようになると本当楽になったよね、カヤックでやるときも。痛くならんもん、本当に。いや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 、腰はいかんよ、本当に。僕村上でぎっくり腰になったことあるでね、カンカンで。カンカンで、本当にカンカンやって、カンカンからカンカン乗るときにさ、うん、ぎっくり腰やってさ、そのまま山口走ってたの。お、かかったかかった、やったかかったぞ、かかったぞ、やったけど、うん、それ OK じゃない？慌ててやらんでもいい、ゆっくり、うん、多分チューンじゃないかな、うん、下へ入ってっておるで、うん、いいよ、スッて軽くなるわ、それチューンだと思う。大丈夫、おー、やったやりやり、おー、2枚目、ありがとう、師匠師匠、やったー、どうやったら釣れるんですか？餌つけて、流しとったら釣れました。おかしいですね。なんだろう、僕が買ってきた餌だねかな。社長に言えるよ、これで2枚も釣ったよ、社長。いや、まあ終わるまでにこれで10枚ぐらい釣るかもしれんけど。これで逃がしたら笑い物だ。落とさんようにね。オキアミなんだろう、多分オキアミだと思うよ。オキアミだよね。そうそうそう、オキアこんな感じなんや。うんって感じ。チューだった？よかったじゃん。あ、違う。何だった？はい、ご。ハタ？ハタ？あ、いいんじゃない、ハタ。もうでこ。小豆や。小豆だった？ここまで来て小豆ます。まあいいや、一番うまいやつ。呼吸やでね。もうちょっと大きい。どのぐらいある？もうちょっと上上げて。ああ、いやいや、そこそこあるもん。十分十分。
今日の刺身。これはイグイやわ。まあまあ。なんかもぞもぞっと、ちょっともぞ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 しとった。あいつがたまに当たるもんだから、あれかな、口が大きいもんだで合わせると外れちゃうと思う。ああ、かもしれんね。引き合わせしちゃうと思うんだけどさ。いや、まあ、そこはほとんど動いてないんだけど、水面だけがバーって滑っちゃってる状態、今。だから、釣りそのままやれるよ、やれるんだけど、そこから浮いてきちゃうから、それだけ気をつけながらやった方が。でも、このぐらいの流れのところっていっぱいあるからさ、ずっと朝から晩までこんな流れのところもあるから。どうしてもそこが取れんのやったらもう重りをつけるとかさ、重り、うん、そういう風にいろいろ考えてやらんと。ただまあこの流れも一時だと思うからさ、この流れの時に釣れるかもしれないしね。あ、うん、急にだね、今さっき当たったからさ、なんでと思ったけど。沖なんか見とって泡立っとる。あの津波と一緒でさ、こう湾に入り組んどるところは急激に上がるんだよね、バーッと。でまたバーッと戻ってくるじゃない、これ反対の潮に変わるでさ、この後は。あー違うな、ボラかな、ちょっと重すぎるわ。あーちょっとボラだわ。ボラ、うん、これはチンじゃないわ。いやーボラだった。本当に強すぎる引きが。あーボラだった。いかん、こいつを釣ったらあかんなよ、せっかく来たのに。これすくうとタモが壊れるんだ。せっかくアロンアルファでくっつけてきたばっかなのに。あーいかんな、もう完全に口にかかっちゃってるもんな。あかん。